まあそのちょっと3日ぐらい休ませてもらいましたけども、チャンネル登録者数が1万4000人を超えさせていただきまして、まあ、本当にありがとうございますということで、えー、まあツイッターの方でもあの動画も上げてるんで、ですね、まあ、そちらのほうもなんか見ていただければなと。 ぜひ、えー、よろしくお願いしますということで、<laughs> まあ、それはいいんですけども、まあまあ、まあ、それにしてもね、で、やっぱその、なんていうんですか、やっぱこの間、えー、菅内閣が発足して1ヶ月経ったんですかね。 ほん、えー、で、もうね、なんか安全運転で行くのかなと思ったら、やっぱ日本学術会議のね、まあ問題でですね、まあ6人、105人中ね、まあ6人だけなぜか任命しなかったという問題があって、もうこれが本当すごい、まあ偉いことになってるというかですね、まあ与党側だったり、菅さんをね、あの、擁護する人たちも、まあデマみたいな流したりとかしてね、 で、まあ、それが、まあ、事実でない、事実でないってマスコミに指摘されたりとかして、いや、だから、菅さんがなぜ任命しなかったのかっていう理由を述べようっていうことが、一番の今回の問題なんですよね。 それなりに菅,さん菅首相があの任命しない理由があれば、ですね、まあ、それはそれであの、まあ、納得できるかどうかは別にしてね、そ理由を説明とにかく理由を説明してから、ですね、まあ、話はそれからだろうと思うんですけども、まあ、その理由をですね、 こうに説明しないと説明しないまんまに周りがですね勝手にこうじゃないか、あじゃないかと、えー、安保法に反対したとか、ですねなんかその、まあ、デマみたいなことを流して、ですねだからあのこれでいいんだと。で、挙句の果てには、ですねこの日本学術会議そのものを潰してしまえみたいなね、えーまあ、あのお金援助というか、国からお金を出すのをやめてしまえみたいなね、そういう論点というのがすり替えられていって、 と、えー、だからやっぱりね、そこまでして、なんでその菅首相が説明理由を説明できないのか、んでまあ、デマみたいなのがいっぱい流れてるのかっていうのですねを、まあ、考えると、ですねやっぱりこの問題っていうのは、相当菅内閣、えー、菅首相にとって都合の悪い問題なんじゃないのかなっていう,うにね、で思うんですよね。 で、でも、まあ、ま、あつい最近ですか、ええー、なんていうんですかね、これ、菅首相もですね、この日本学術会議の、えー、この会長さんね、かじたたか会長さんっていうんですか、このノーベル賞で取り張った方ですかね。で、その方も、やっぱこの説明してくれと、その、なぜ6人を任命しなかったということ ととといいううのを説明してくれということで,で菅首相もですね、えー、この会長と会って話するということを言ってたんですよね。で、その、きょう会ったみたいなんですけども、えー、共同通信の、まあ、報道によると、ですね日本学術会議の梶田孝明会長は、えー、菅首相との会談後、ですね,6人,ね6人の任命行為の理由について、 えー、求めた要望書私でも、首相からの答えはなかったと。菅首相からの答えはなかったということを記者団に語ったっていうふうに言っててね。な、なだったんだと。何のためにその菅さんはですね、えー、この日本学術会議のね、会長と会うと言ってたのにですね、そこでも説明できなかったってどういうことなのっていうね。もうほんまね、なんか、あのー、なんていうんですか、 毎日新聞に書いてるんですけども、菅首相はね9日にあの毎日新聞とかのインタビューね、ね、まあ、グループインタビューなんですかね、なんかほんとその、まあ、このやり方っていうのもすごくあの古速だなっていうか。なんでその 堂々とですね、多くの人の前で語らないのかなと思うんですけども、まあ、その時に、あの、会長がお会いしたいということで、ま、お会いする用意を持っているということを言ってたわけですね。それが9日であると。で、まあ、約1週間経って今日あったのにですね、その説明しなかったというのはどういうことなんかなっていうね。 もう本当にね、いや、僕はそこがね、すごくおかしいなと思いますし、んで、また明日はね、中曽根元首相の、えー、合同葬っていうのをですね、まあ、やると。で、それ自民党だけで勝手にやるんだったらいいんですけども、えー、それを,をですね、まあ、税金9600万円ですかね、まあ、約1億使ってやると。 えー、いうことをやるわこれについての説明っていうのもちゃんとなされないままですね。で、ま、菅さんもほとんど表に出てきてませんからね、今国会もやってないしね。あのー、ちゃんと表に出て,て説明すればいいかなと、この中曽根さんの合同葬儀の問題もね。 で、それどころかですね、その文部科学省が国立大学に、えー、この合同層、中曽根さんについて弔意を表明するようにということを通知したっていうのがまた問題になっているっていうね。これも本当にね、あのー、何なのかなと。うん き、まあ、昨日共産党の、ね、C さん、C 委員長がね、まあ、あのこういうその強制みたいなことをするのであれば、えー、合同葬にはこう出席しないみたいなね、まあ、そういうことをまあ言ったみたいですけども、いや、やっぱそれぐらい、なんかあのな、なんなのかなっていうね、この中、日本学術会議の問題もそうなんですけども、この中曽根さんの合同葬についてもですね、なんでその、 国立大学にその弔意をですね、表明するように通知したのかっていうね。まあ、その辺の説明もですね、その、いや、強制じゃないですみたいなことを加藤官房長官は言ってたんですもいや、なんかね、あの、なんかおかしいなと、まあ、強制じゃないけど通知するっていうこと自体が僕はおかしいと思うんですよね。あのー、まあ、反強制的に、ね、その国、 が、まあ、国立大学というのもね、ま、あの、なん,うんですか、あの、こう、なんてか権限はね、持ってるわけですから、まあ、反強制的だろうと、いうふうに取られても仕方がないわけで、まあ、それはやっぱその、 えー、市委員長もね、内心の自由に関わる問題で国家が注意を求めたり、事実上強制することはやってはならないということで、えー、合同層を欠席するっていうことなんですけども、いやいや、それはそうやなと思いますよ。だからこれが別に自民党のお金だけでね、やって、ほんで別にその他にね、強制とかしなかったらですね、別に、 そんな問題には全然ならないわけなんですけども、税金は使うわけ。反強制みたいなことをするわね。で、日本学術会議の問題は何の説明もないと。会長に対してすら説明がないっていうね。で、一方で、まあネットとか、まあテレビでもそうですけども、日本学術会議についてあることないこと、まあデマみたいなことを流してですね、えー、あの、 なんていうんですかね。まあ、言った菅首相のやったことは正しいみたいなことを補強するようなことをやってるわけですよね。いや、それが僕はね、まあ、まあ、卑怯というか、ひどいなというか、えー、まあ、デマ流してるね、まあ、某弁護士さん、菅さん用意てしまくってる人いてますけども、まあ、その人がツイートしたこともデマだったということが東京新聞にも報道されましたと。うん、いや、本当ね、なんかその、 自分の気に入らない人をね、まあそれ飛ばすっていうのも菅さんがやってきたっていうのはね、なんかそれを、ねまあ、告発してる人もね、マスコミ告発してる人もいますけども、いや、そういうのから言ってもね、やっぱちょっとね、なんか、ほんと陰湿だなとやってることがね、 で、なんか理由、ちゃんと説明できなかったらですね、まあデマとかね、事実じゃないことで、まあ、いかにもですね、菅さんがやったことが正しいんだみたいなことを、えー、まあ一部マスコミだったり、著名人もこぞってやるっていうね、なんかそういう雰囲気に対して、やっぱり、 それは、いや、それでいいのかなって僕は思いますけどね。いや、それがいいですよっていう人もいるかもしれませんけども。いや、そ、それってでも健全じゃないでしょと。多分自分がね、あんまり好きじゃない人にそういうことをやられたら、やっぱり嫌だと思うんですよね。あの、その、いや、擁護する人たちもね。うん、だから、その、なんか、やっぱり、いろんな人の立場を考えて、 欲しいっていうか一の人の立場を考えて運営し国家を運営していくのは総理大臣だと思うんですけども、そうじゃないっていうね、今の菅さんっていうのが。僕はそこに対してね、やっぱおかしいっていうか、やっぱりだめだなと、この間ね、NHK の。 あの、世論調査でもう内閣支持率が7ポイント急落したっていうのありましたけども、それはね、だって何やってるかわからへんと。何やってるかわからんうちになんか物事がえ勝手に決められていくと。うんだそういうのはやっぱり民主主義の国としてのあり方としてどうなのかなっていうね。うん、いや僕はそう思うんですけどもね。 だそういうことに対してはやっぱりおかしいと言っていかないと、本当にこうねまあ、学術会議は僕らと関係ないと思っている人たちもいるかもしれませんけれども、もうそれがやっぱりその、まあ、学問の自由だったりね、もうこういう、まあ、中曽根さんの問題では内心の自由とかに。えーまあ 国家が踏み込んでくると。まあ、それによってですね、国家に、まあ、政府の言うことに従わない人はですね、どんどん、えー、なんていうんですかま、あの、不利益ってうこう、被っていくっていうね、なんか、不都合だと思われたらですね、だんだんこう、外されていくっていうね、仲間外れにされていったりとか、いや、 そう,そういう世の中になっていいのかなっていうね。やっぱ公平性っていうとか中立性とかっていう問題から考えても、この問題はやっぱりおかしいなと。学術会議にしてもね、中曽根さんの合同層の問題にしてもね。 それを総理大臣が、えー、やってしまってるっていうところにね、やっぱその公平中立な人に、やっぱ僕は総理大臣とかね、えー、権力者っていうところにそういうところに気遣ってほしいんですけども、どうも菅さんっていうのはそうじゃないっていうところに、えー、僕はやっぱ、ごく大きな問題というか、大きな懸念というかね、不安というか心配というのを感じますけどね。